クリーコのチャンネル伊豆の旅コーナー。めっちゃうまいよ。先生、閉まんないです。先生、閉まんないですよ。合ってますか？さあ皆さん、始まりましたピンコボチャンネル。47都府県ご当地グルメ発掘の旅、うまいもんハッターコボです。日本はうまい。伊豆の旅後半。沼津市の戸田に来てます。戸田のパチンコ屋っていうこのね、2階にあるスナックで大変お世話になったので、それは前半の動画をぜひチェックしてみてください。この戸田から戸田川をぐるーっと回って、なんとか熱海までゴールしたい動画、ゴールしたい動画です。それぜひ最後までお付き合いください。でね、スナックセブンのひとみちゃんが朝ごはん食べさせてくれるってことなんで、食べに行きましょう。はい、ひとみちゃんのところで朝ごはんをごちそうになってきました。いや、美味しかったね。心も体も温まる。やっぱ人口がね、もう2000人ぐらいしかいないという話で、その中でもパチンコ屋とスナックを経営されてるひとみちゃん、すごい元気と行動力をもらった気がするね。75歳なんだけども、今でもなんか前向きに新しいことにチャレンジしてるっていう姿勢、僕たちもすごく刺激をもらって、伊豆半島後半へスタートしていきます。富士山が見える。富士山が本当だ、覗いてる。ピーコは足早だな。こんなに違う。これにしよう。紅春うどん。いくで。うん、めっちゃ美味しそう。すごい、そんなに粘り気あるもんなんだ。うま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 っ。何これすごっ。他の芋よりはるかにうまいみたいな、はるかに甘いから、うん、紅はるか。へえ、書いてあったよ。うまい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 。てて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 。ピーコは。伊豆の日帰り温泉、ホテルリブマックスリゾートさんで日帰り温泉を借ります。こんな感じのね、雰囲気のいいホテルに、ネットで事前予約すると700円でタオル付きで借りることができて、でロビーとかフロントもしっかりしてましたんで、おすすめ。貸し切りということでカメラを回させていただきますが、更衣室はこんな感じ、綺麗で暖房が入ってるのが嬉しいとこですよね。アメニティグッズもあり、コインロッカーも無料で使えます。浴槽はこのように天然かけ流しが一つあって、露天風呂が完備されています。洗い場も6箇所あるんで、広々使うことができます。
のこの期間はホームページでは10時になってるんですけど、9時までの営業、21時までの営業になってましたんで、いや、おすすめです、これは。ピーコは。はい、というわけで伊東のマリンタウンに移動してきました。道の駅でこの充実っぷりで、温泉あって、物産あって、レストランあって、足湯あって、ワンちゃん専用の足湯まで。あ、すごい。もちろんね、狙いは食事で来たんで、桜井のかき揚げ食べに行こうぜ。これはしらすを今から焼くんですけど、鉄板に乗せて、はい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 、で崩すとこうギューッと、たまにテレビで見るやつだよね、うん、これで完成です。うまそう、いただきます。うまっ、すごい口の中で広がる。ありがとうございます。めちゃくちゃ広くて楽しいよね。うん、これですね、ライブで教えていただいた寒川さん情報の桜エビかき揚げそばですね。食べるしかないよね。食べるしかない。行くぜ。来ました、桜エビのかき揚げ。すごいね、見た目めっちゃ綺麗だね。断面とか、うん、この厚みがやばい。すごい。うまい。めちゃくちゃしっかり大きいのに。軽いんだよね。わあ、それ美味しそう。美味しそうでしょ。タレかけるの美味しそう。うん、うまい。泡外れるかと思ったね。僕は歯医者に通ってるんですよ。もう歯医者に行った時に外れ続けて、先生、閉まんないです。先生、閉まんないですって合ってますかっていう話を、ね、ずっとしてて、それからカルテに外れやすい人って一言だけ書いてある。ピーコは。はい、というわけで伊豆の旅終了。どうでしたか伊豆は。めっちゃいい出会いだった。ひとみちゃんね、うん、もうそれに全てが詰まっています。金麺も美味しかったしね、うん、金麺も美味しかったし、ここまでお知らせいただきありがとうございます。静岡県伊豆地方をごちそうさまでした。チャンネル登録と高評価ぜひよければお願いします。ここまでした。YouTube を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter と Instagram 毎日更新してます。フォローよろしくね。気になる商品はぜひ概要欄から。眉上向いて GO MY WAY。 ここでした。